はみんなの人気者。はいはい。みなさん、こんにちは。すりみちゃんのおしほと。リミです。はい、というわけで、今回はね、待望の自前が来るイエイ10万円が来るんですよ。皆さんは何に使うか決まりましたか？決まっていません。決まっていない人は右手を上げて、決まっている人は左手を上げてください。うん、五分五分だ五分五分だったなんかニュースで見たらさ、うん、スイッチを買うとかさ、うん、いや、大人だったらさ、プレステ4買うとかさ、スマホ買う。ニュースではそんなのばっかり言ってたけど、私は、何でも言っていい。私は、私、お金使いたいな。お金使いたい、使いたいな。何円？1円？1円はちょっと何も買えないと思うね。50円だったらうまい棒買える。うまい棒はちょっと欲しくないな。でも、10万円だから、ちょっとはもらってもいいかなと思ってるんだけど、うん、どう思います ?10 万円6個だよ。違う、10万円6個だよ。10万円6個。シロコロもいるから。シロコロには来ないんだよ。うん、ママは何に使うの？ママは、うん、もちろん、うん、生活費ですよ。今は厳しいんですよ。ママ、メイクはもうメイク。メイクなんていらない。生活費に売っちゃえばメイクは。メイク売っちゃえば。メイク売ったの？だっていらないでしょ。だってどこにも出かけないからさ、ほぼ毎日もうメイクしてないまま、うん、いらないやったら売っちゃえばいい。いや、いらなくはないわえ、なんで10万円でもさ、でもさママがさ、使いかけのメイク誰がいると思う？確かにいらないと思うよ。売れないと思うよ、多分誰かさんが買ってくれる。ママは生活費だね。そうですね。全部ですか？もちろんですよ。ママ指定のことなんですから。なんか嘘くさいな。嘘くさいな。だって嘘じゃないのかな。厳しいですよ、今の時期は。どこもね、ママは、ね、我が家も決して裕福ではないので、うん、ママはおやつバクバク食べるんだよハッピーターン、ハッピーターン。しーちゃん何使う？私はブレスケア買って、ファブリーズ買って、キュウリ買って、納豆巻き買います。全部無駄遣いひどいな。でも食べ物だよ、食べるんだよ。無駄遣いじゃないよね。納豆巻きとキュウリだよ。買ったものはなくなっちゃう。あとブレスケア買うんですよ、私何個買うブレスケアが欲しいんですよ。それで1000円ぐらいじゃないの？そっか、じゃあまだいっぱいあるね。じゃあ残りはリミネー、ママにあげる。あつ森のスイッチ買うの。え、スイッチあるでしょ、本体。うん、本体ダメだね。どんなやつ使うの？絵が描いてあるだけでしょ。うん、中は一緒だよ。一緒だ。一緒じゃないよ。そうなの？コントローラーの色ね、エメラルドグリーンと水色、ね、だから色だけでしょってね、あるちゃん。コントローラーだけ買うよ。キラーン。1000円で。わ、高っ。買う。しかも売り切れてるよ。うわ、そうだね。焼肉。焼肉キング行くよ。あ、今の時期は行けないんだって。ポーカー。欲しい。それならスイッチ買ってよ、パパ用の。スイッチ持ってんじゃん。鬼滅だよ。そうだよ。パパ用のスイッチ買いよ。プレステ4買います。プレステ4。あ、パパと避難グッズ欲しい。しーちゃんのバッグいっぱい入ってるよ。ほんと？ね、パパはね、私よりもっとね、多分持ち物があると思う。缶詰をいっぱい買いたい。缶詰重いから、うん、1年も保てる缶詰。そう。はい、ということでね、皆さんは何に使うか、上に出てるね、アンケートをぜひやってみてください。ということで、それではバイバーイ。いっぱいしよう、よくしよう、しよう、バッカー。